はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、怪究極テクニカルバトル絶望と怨念の復讐記赤の試練編ですね、こちらを攻略していきたいと思います。パーティーとステータスはご覧の通りです。ではアビリティ見ていきましょう。まずはリーダー、ジョーザーですね。赤ジョーザー、時計、カウンター、ブーストですね、カウンタームーブですね、そして、ムーブブースト、独自属性を入れてます。そして、ダブルジョーカーのところにはラッシュを入れています。そして、赤尻ですね。イエスアイアム、点数はひどすぎるはファイアボム、カバーをつけてます。そしてリンクスキルはミサリサ先生ですね。そしてでフレンドは赤ジョーザーを呼んでいるのですが、なかなか、できましたね。赤ジョーザーを呼んでます。では参ります。もうほとんどラッシュだけで終わるような感じですね。ところどころね、ちょっと気をつけなきゃいけないところもあるんですが、まあいいでしょう。カウンター向こうがあるおかげでね、かなり楽に突っ込んでいけるっていうのがいいですかね。はい、ラッシュです。ラッシュ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 。さあラッシュです、ラッシュです。もうここはラッシュです。ラッシュだけで終わっちゃいます。小一くんが出てきました。小一くんはゲージを取るだけですので、あまり今回では関係ないですね。はい、第2ラウンドですね。第2ラウンドもラッシュしていこうと思ったのですが、ここは、ちょっと見ながらですね、しっかりとここ出しておいてからボムですね。ボムを押しておきましょう。さあラッシュです。ゲージを取られてしまいますが、まあいいでしょう。ゆっくりとね、倒していければいいです。はい、出てきましたね。増援が出てきました。結構痛いですね。おい、シゲチも何度か倒している感じですかね。はい、続いて第3ラウンド、最終ラウンドですね。頑張っていきましょう。ちょっとガジリではない、間違えました。じゃあ行きましょう。ラッシュ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 。もうね、得意属性が乗ると簡単になってきますね。さあそしてフレンドにも頑張ってもらいましょう。フレンドさんもラッシュです。ラッシュ付きです。もう倒せますね。はい、無事倒すことができました。さあ最終増援ですかね。最終増援ですね。倒していきましょう。ここは CS 使ってみたらどうなるかな。ということで CS を使ってみましょう。ラッシュでね、いけたんですけど、まあ、CS で、無事倒せましたね。は
はい、倒せました。ありがとうございます。難なく倒すことができました。ありがとうございます。まあラッシュがある、時計ラッシュさえあればね、なんとかなるっていう感じですね。はい、最後までね、動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。またね、どっかの動画でお会いいたしましょう。ではラストバタイ。